私は今ノーザンファーム信楽に来ています。今回のタートピでは秋に向けて英気を養う G1 ホースたちの様子をお伝えします。リバティアイランドがやってきました。かわいいですね。去年牝馬三冠を達成したリバティアイランド。リバティアイランド三冠達成、ゴールイン。ドバイシーマクラシックのレースを見て感じたことを教えてください。初めての海外遠征ということもありましたし、慣れない環境の中でしたけど、彼女なりにしっかり頑張ってくれたなとは思って見てました。牧場に来た時の状態は、発表にもあった通り少し足元に不安が出てしまったので、それも含めてもしかしたらこれまでで一番疲れがあったかもしれません。現在の状態はいかがですか？本格的な乗り運動調教を開始してからまだ日も浅いこともあって、一番いい状態からはまだまだという感じではありますけど、確実に一日一日良化を感じられているので、秋に向けてはすごくいい状態だとは思っております。去年の有馬記念を勝利し3年連続 G1 制覇のドーデュース。現在の様子は、ああいう馬場でしっかり走ったのでダメージ等々心配したんですけど、幸い大きなダメージもなく、馬は本当元気いっぱいですごくタフな馬だなっていうのを改めて感じましたね。2歳の頃から能力は高かったんですけど、さらにこう小馬になっていくにつれて力強さが増していって、なんで本当通常の馬よりも1段階2段階上の調教をしても全然へこたれないんで、その成長に合わせた負荷のかけ方っていうのをすごく意識して信楽では調教しております。今後の予定について教えてください。天皇賞秋を予定ということがもう発表されまして、それに向けて、早ければ8月下旬から9月上旬にはビットトレセンの方に入厩になると思うので、そこに向けてより良い状態で送り出せるように今後も調整していきたいと思ってます。高松の宮記念では接戦を制し G1 初制覇を成し遂げたマッドクール。日本と香港を行き来してますが、はい、疲れなどはいかがですか？そうですね、やっぱり海外から帰ってきた時の方が国内で使っている時よりも疲れはやっぱり大きかったかなっていう印象はあります。次走スプリンターズステークスとのことですが、現在の状態はいかがですか？今年夏ちょっと暑かったのであまり無理をしない感じでやっていったんですけども、本当に今体調もいいですし、あとはもうここからしっかりペースを上げていってトレセンにしっかりいい形で送ってあげたいなと思っています。他にもノーザンファーム信楽には去年のマイルチャンピオンシップでは好一点、見事な差し切り勝ちで G1 の称号を手にしたナミュール。連覇に向けてリフレッシュ中です。去年のダービー馬カスティエーラは春の疲れを癒し秋に向け調整しています。続いては滋賀県大津市にあるチャンピオンヒルズからお届けします。東京ドームおよそ15個分の広さを誇り、 1000m の販路や1周 1100m の周回コース、514馬房を有する施設となっています。ここで英気を養うのが、大阪杯で G1 初制覇を飾ったベラジオオペラ。秋に向けどのように過ごしているのでしょうか？やっぱり3歳の頃のダービーとかその皐月賞の後の方が目に見えた疲れで毎回毎回うちの方に帰ってきたんですけど、それに比べて本当今回も宝塚記念大阪杯っていう後もうちの方に戻してもらってるんですけど、特に大きな疲れもなく本当に順調に来てて、今回に関してももう来た時から海馬も食べてたんで、この4歳になって身に入ってきたなっていうイメージがありますね。体ももう534キロと、もう本当に競馬走ってた時よりもプラス20キロ以上の体重はありますし、その辺に関してもすごく体調もいいですし、多分体の張り見てもらっても宝塚記念よりさらに一回り大きくなってるんだなっていうイメージはありますね。競馬界を盛り上げる G1 馬たち、この秋の動向に注目です。